横川さん、いいです。本日は長い休憩にて締め切りの確認を行いましたため、この列車は時期は約4分ほど遅れて出発しております。またその影響を受けまして7線の各列車に遅れが発生しております。本日は列車が遅れて運転しておりますことをお詫び申し上げます。
乗車ありがとうございました。まもなく終点京都本日も外の気温が高くなりますので、随分と多めに乗っていただき、熱中症の対処を